ペルドーもペルドーいたしまして、にゃっしょうもな大チャンネルです。私事ですが、本日、一軍現地応援登録抹消されました。いや、まあ自らロッテの神様に二軍行かしてくれってね、そういう風にお願いしたんですけど、まあそれで僕昨日ね、あのトソマリンスタジアムに行かせていただいて、現地観戦6連敗ということになったので、まあこれ多分明日の動画でも同じこと言うんですけど、あの1軍の現地で結果を残せないのであればもう2軍に行ってくれと、まあこれはもうね、あの野球界は当たり前の話でございまして、まあ僕もね、あのまあ1軍でもっともっと勝ちたい気持ちもありますし、そのために、2軍で特訓をするということで、1軍現地応援登録抹消ということになりました。まあちょっとね、あの先にまあなタイトルというかネタバレというか、あの今日2軍応援行ってきました。二軍で特訓させていただきました。あ、はい。そんなことは置いておきまして、まあ、あの、現地応援登録、一軍現地応援登録抹消っていうだけなんで、あの、試合後動画撮るからね、普通に。うん。普通に家で観戦もしますし、普通に一軍の試合に生配信もこれからもやりますし、普通にこの試合後動画も上げていきます。ということで、僕が現地に行かれるということは、もちろん今日勝ったっしょろって、はい。おい。普通に負けてるやんけ。これはまずいね。うん、今2位死守してるっていうところでありますけど。まあ今日3位のソフトバンクも勝っていますからね。そして4位の楽天に、敗れた。これによって、まあソフトバンクとのゲーム差が3ゲーム。楽天とのゲーム差が5ゲーム。まだまだわからんぞ。この CS 争い。2位争い。ね。まあプラスすると今日オリックスも勝ってるしね。というところで、今日負けてしまったんですが、ちょっと2軍の試合も見ていたんで、あんまりね、試合は見れていないんですが、まあ、ちょくちょくね、電車乗りながらパリーグ TV とかで、確認はしてはいたんですけども、ちょっと振り返っていきたいと思います。まず、コーレシマジュエ。久々ですね。先生のソロホームラン。はい。ペルドーモから勝ち越しのツーランホームランを打ったと思えば、今度はここマリンで、先制ホームランを放ってくるわけですね。お隣にここで島内さんの大ファンがいるんですけど、今ちょっと編集中。おお、変わらせてくれました。やってくれましたね、ここで島内で。やってくれたな。俺のソウルメイト島内で。まんざらでもないかもしれない。はい、ちょ、笑ってる場合じゃないでしょ、負けてんだから。バトルフェイスしようぜ、バトルフェイス。はい。ということで、まあ、ロッテの方もなかなか点が取れません。はい、ずーっとね、まあ、ちょっと試合見れていないんで、あの、誰が全力疾走してたのかね。わからないんですけども、だからわからないから言わないんですけど、相手先発の庄司投手に対して途中まで2安打しか打ててなかったんでね。はい。まぁ、あ、ちょっとここの攻略っていうところをね、まぁ、あ、仙台では確かできてたと思うんで、初回から4点取ったりとか、まぁ、あ、ちょっと今日はどうしたのかなっていう感じは、しました。そして、まぁ、あ、1-0 の攻防がね、ずっと続いていって、まぁ、あ、もう試合が決まったというかね、まあ、こうやって点を取られてしまうんだと思った6回の表、したら東條投手、マウンド上がりました。いきなりノーアウト満塁というね、ピンチを作りまして、その後、太田光選手を、5-2-3ゲッツ!よし !1-0 で負けてて、ノーアウト満塁というピンチを無失点で抑えれば、そりゃこっち流れ来るよねって話ですよね。はい、次のプレーなんだよ。お次何したよ。冒頭って、一番いらん、マジで、このプレー。どうしたの急に。せっかくね、しかも、ツーストライクまで追い込んだでしょ。見逃しとファールで。どうして登場、登場、冒頭って、なんやねんそれ。いや。ということで、ロッテとしては痛い点の取られ方でございました。はい。そして7回の表には、岩下投手がマウンド上がったんですけども、岩下投手もノーアウト満塁というピンチを作りまして、その後岡島選手に、への犠牲フライを打たれると。はい。ここでね、まあ、1失点で抑えたっていうところは、まあ、ワンチャンあるかなっていう感じがしておりました。そして8回。沢村。お帰り。僕なんだかんだね、この前あの沢村投手に対してね、あれだけブチ切れましたけれども、はい、実は待ってたんだよ、あなたの帰りを。もっともっとね、メジャーリーグ経験してきた沢村投手のピッチング見たかったですし、まあ、結果はあれだったけどね、今日もね。先頭の小郷選手にソロホームランを打たれて4-0。で、その後もなんかヒット打たれたりとかして、ね、復帰して早々ですけど、
苦しいピッチングになったんじゃないかなと思いますが、まあ、まだね、あの復帰初戦っていうこともありますんでね、まあ、今日で多分ね、あの球の感覚だったりとかはね、だいぶつかめてきたんじゃないかなと思うんで、次回登板は、期待していきたいと思います。今日はね、本当に復帰初戦でしたから、まあ、しょうがない、俺は常に戦う顔してるから、はい。沢村投手、次回登板から、本当に、活躍よろしくお願いします。もうメジャーらしく、沢村投手らしい、球威のあるストレート、そして鋭いフォーク、これを武器にね、どん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 、相手選手を抑えていってほしいなというふうに思います。そして9回の裏、パワー、はい、ポランコ選手、なんと3試合連続のツーランホームランが飛び出しまして、終わり、あと1点届きませんでした。まあ、ただしかし、ロッテ打線の方もね、あのまあ無得点で終わるというところではなく、しっかり点をね、取り返せたっていうところがね、0点で終わらなかったっていうところが、まあ次の試合につながる負け方になったんじゃないかなと思うんで、まあこれをね、次のソフトバンク戦生かしていきましょう。はい。まあ、ソフトバンクも、今日勝ってますしね、まだ3ゲーム差っていうこともあるんで、全然安心できないんでね、2位死守も。はい。この福岡3連戦は、最低限、2勝1敗勝ち越して、この9月、まだ上旬なんで、いいスタート切っていけるように、頑張っていきましょう。ということで、次の試合も、モレンツ、ファイティング!